航空写真に見る亀戸中央公園公園付近。1989年撮影。写真上部の河川は旧中川。写真中央から左下方向に向かって伸びているのが JR 総武線の線路になる。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成亀戸中央公園は 東京都江東区亀戸にある都立公園である。園内には草花、スポーツ施設、芝生の広場などがあり、周辺住民の憩いの場となっている。もともと当地は株式会社日立製作所の亀戸工場のあったところで、工場移転後に公園として整備、開園したものである。公園は A 地区、南西部、B 地区、C 地区の3つに分かれており、 A 地区は、時計台や遊具を中心としたエリアで、B 地区は、芝生広場や草木を中心に、人工池や亀戸スポーツセンターがあるエリア。C 地区は、テニス場や多目的球技広場、プールなど、スポーツ施設があるエリアとなっている。また B 地区と C 地区は、旧中川に面しており、川沿いの散策も楽しめる。B 地区と C 地区の間は JR 総武線の線路が横断しており、 電車からも東稿園を確認することができる。また東稿園は江東区の花でもあるサザンカが多く植わっているところとしても知られている。ありがとうございます。